日本ではすでに5回目の枠接種が数行われているのですが、今の流行り病のデータサイトによると、3回目と4回目の接種率は、3回目以降の接種率として表記されていました。2023年1月20日現在での、日本のその接種率は13 6、136%で、その接種率の高さは、世界第1位のチリに次ぐ第2位でした。日本が世界で第2位です。 なんだかすごい話ですよね。まさに、打って打って、打ちまくるといった現象が、今でもまだ、続いているのかと思うと、ただただもう、驚くばかりでした。そういった枠を、すでに体内に取り込んでしまった人にとっては、かなり残念なお知らせになると思います。でも、復活するチャンスはまだあるので、どうか気持ちを落とさないでこの動画をご覧になってくださいね。 東洋医学の竹下正俊先生からの情報です。2023年1月15日のお昼の12時から、天の川銀河のセントラル山の光が、ここ地球に降り注がれたのですが、この光は永続的なものなので、今もこうしている間に、光は私たちの頭上から降り注がれています。その光は、頭のてっぺんにある第七チャクラのサハスラーラチャクラを通じて、 体表と体外のチャクラのルートに流れ込んでいるそうです。先日の15日正午の前後で、エネルギーの変化に気づいた方は、確実に光を受け取れており、そのエネルギーの変化に気づかなかった方も、時間が経つにつれて心が軽くなり、体の節々の痛みが取れてくるなどの変化を経験するそうです。でも、枠を体内に取り入れてしまったことで、波動が闇に落ちてしまっているので、 今回の光を受け取れない人がたくさんいるそうです。ただそういった枠が原因の場合は、バラ科植物の種子を取ることで、光が受け取れるようになるでしょうと、竹下先生はそうもおっしゃっていました。バラ科植物の種子については、この動画下の説明欄に取扱点のリンクを貼っておきました。ご興味のある方は参考にされてくださいね。それはそうと、気になるのはそれを食べる量ですよね。 竹下先生は健康被害などの例を挙げながらそういった種を何個か食べるくらいは安全だと言って良いでしょうとそう結論づけていましたでも例えば一日に何個食べるとか一週間に何個食べるとか具体的な頻度は言っていないのですつまり取りすぎないように気をつけてくださいねというのが私からのメッセージです以前の動画ですでにお伝えしましたがバラ科植物の種子と ビタミン C は併用できないということを忘れないでくださいね。普段から大量にビタミン C を摂っている人は、特に注意が必要なのです。私がバラ科植物の種子を初めて食べたその翌日、空腹時にスイカを食べたのですが、いきなり水臓胃のあたりに差し込むような痛みが走ったのです。かなり強い痛みでした。私はうずくまってしまったのですが、しばらくしてその痛みは収まったのです。 過去にこういった経験がなかったので、その時何が原因だったのかがよくわからないでいました。その後、私が体調方針になって初めて、バラ科植物の種子とビタミン C は併用できないということを、いくつかのウェブサイトで知ったのです。その時私は、もしかしたらスイカにビタミン C が含まれているのかもしれない。と気づき、それで調べてみたところ、 やはりスイカにもしっかりビタミン C が含まれていたのです。これには本当に驚きました。私の場合、そもそもバラ科植物の種子をとって、お腹が少し緩くなることはあっても、お腹が完全に下るといったことは一度もなかったのです。お腹が緩くなった時は、バラ科植物の種子の摂取をしばらく中止し、お腹の調子が戻ったら再開するというペースをずっと繰り返したのです。 ところがそのうち徐々に体力が消耗していき、バラ科植物の種子を摂取すると、いつしかとても疲れるようになったのです。この症状に大きな手助けになったのが梅酢でした。現液をカレースプーンで3杯飲んでもまだ飲み足りない感覚があったので、かなりの疲労感がその時にあったのです。そういうことを繰り返すことおよそ4ヶ月、私は力尽きて、とうとう体情方針になってしまったのです。 体調方針が発症する前日に、サプリのビタミン C を 1000mg も取っていたことも分かっています。私の場合、この程度で済んだから良かったのですが、今思うと、お腹が緩くなってそれが回復したら、すぐに再開するのではなく、2、3週間ぐらい間を空ければ、ことは少しまた違っていたかなって、そんな風にも思っています。要するに先を急ぎすぎてしまったわけです。 竹下先生は嘘は言わないので竹下先生がそうだというのならそうなのだと思うのですでもくれぐれもご自分の体調とよく相談しながら行ってくださいねその話はさておき今回光がここ地球に降りたことで今後について竹下先生は次のように述べておられました今日の正午日本時間から降りた天の川銀河のセントラルさんガミの光は人類を2つに分けてしまいます 光を受け取る人たちは、さらにポジティブになっていくでしょう。しかし、そうでない人たちは時間が経つごとに、体調が悪化していきます。顔色は黒ずんでくるでしょう。今でも政治家などに、輪を摂取していないはずなのに、肝臓を患っているのかと思うほど、顔色が悪く黒ずんでいる人をよく見かけます。今後、こういう人が増えてくるということです。何の特殊な能力がなくても、 私たちの目で見て普通にわかることがこれから起こりますよ、ということなのです。今後、顔色がくすんできた人が、裁きの対象になったということなのでしょう。なんだかとてもわかりやすい話ですよね。今回、光が降りてくるということで、私は結構楽しみにしていました。せっかく神様が光を下ろしてくださるのですから、前日に私は家の中を掃除し、入浴も済ませ。 新しい衣類も準備したのです。その晩、なんだかとても寝つきが悪かったものの、翌日は、私は朝6時前に目を覚ましたのです。まだ早いか、もうちょっと寝ようか、と思ったのです。それで次に気づいた時には、光が降りてくるお昼の12時をとっくに過ぎていたのです。その瞬間を逃してしまい、張り切っていただけに、私はちょっとがっかりしてしまいました。結局、 その日の日中は特に何も感じませんでした。ところが同じ日の夜になって異変に気づいたのです。もう寝ようと思ってお布団に入り、横になって目を閉じた時にことが起こったのです。どういうことかと言いますと、私の全身がかすかに震えていたのです。厳密に言うと、全身というよりは、全身よりも少し外側です。外側といっても体の表面ではなく、体の表面から少し外側に離れた部分です。 その部分が小刻みに振動を繰り返していたのです。自分の体から離れた場所なら、それは自分の体じゃないよって、そう思うかもしれませんが、でも不思議なことに、感覚的には自分の体だという認識があったのです。先ほどもお伝えした通りで、竹下先生によると、今回の光は、体表と体外のチャクラのルートに流れ込んでいると、そうおっしゃっていたので、私が、 今回感知したのは、体外のチャクラのルートだったのかもしれないと、そう思いました。私が今回体験したのは、今のところそれだけです。最後の重要なポイントになりますが、竹下先生によると、和の下毒にはメラトンも有効だそうです。和を体内に取り入れてしまった人は、慌てる必要はないのですが、でもちょっと急いだ方がいいかもしれません。 この動画下の説明欄に取扱い店のリンクを貼っておきました。では、今日も素敵なコーヒータイムをお過ごしくださいね。